毎回毎回前張りするわけではないんで、なかなかこう、技術が、なんつうんですか、レベルアップしていかないんですよね。でも役所さんが、松坂桃李さんが本当前張りのプロって言われてて、その松坂さんに教えてもらったから、俺は結構前張り知ってるみたいな感じで、松坂式の前張りの張り方っていうのを役所さんに教えてもらいました。ここだけでしか聞けない話じゃないですか、もしかいしや、て。本当そうですね。なんかね、あったんですね。じゃあ、その控え室での結託が。結託とあったかいほっこりエピソードがありましたね。そうなんですね。そう。そう。物語の本当、まあ、ラストにかけてなんですけど、三上さんと僕が演じる角田と、で、子供たちが一緒にサッカーをするシーン。いい場面ですね。そこのシーンはすごく好きで、で、脚本を読んでいても、やっぱあのシーン、すごく素晴らしいシーンだなと思って読んでました。で、当時のその撮影の時も、本当にこう、日が、ものすごく綺麗な西日がガーって来てて、でももう時間ないぞ、みたいな感じで、照明部の総さんって方がこう、現場を、リードしてくださりながら、こうみんなでこう撮っていくんですけど、なかなかこう、決めてほしい、その、なんつう、少年が最後パスを受けて、ゴールを決めるっていうシーンがあるんですけど、なかなか決まんないんですよ。なかなか決まんなくて、で、もう決めなきゃタイミングで、その少年が、おしっこ行きたいって言って、ええー、みたいな、今みたいな、もう行きたいみたいになって、じゃあもう行って、行ってよって言って、もうすぐゴール横のトイレにバーって行って、で、日がこう落ちながら、もう少年がこう帰ってくるのをみんなで待って、終わったーっつって 戻ってきて、よし、始めるぞーとか言って、で、なんとか決めたっていうのがあって、あのシーンのみんなの現場のこう、本当にシュートが決まった時の、喜びというか、湧きましたよね。そうね、本気でね、本喜気んで。で、やったーっつって。で、そのままたこう、流れていくんですけど、すごく思い出深いシーンです。本当に、すべてのカットがもう、一瞬一瞬全部大切だと思ってるから、そんなに実はね、優劣はないんですけれど、本当に小さなシーンだけど、福岡で、バスに乗って、役所さんと大河君が、仲直りをする場面があるんですよ。全然セリフは聞こえないような演出をしてます。そこの二人のね、表情がね、素晴らしいんです。やっぱりそこまでの関係が、大河君と役所さんが日々積んできて、日々ちょっとの雑談とかね、そういうものを積んでこないと、ああいう雰囲気って出ないんじゃないかなっていうふうにも思ったし、何とも言えない表情をしてますね。7日日曜日は、大河君の28歳の誕生日です。すいません。ありがとうございとます。こすといませで、ん。私とスタッフとで、大学にプレゼントを。わあ、すいません。ありがとうございます。わあ、嬉しい。開けてもよろしいですか？そう。持ってる？これはね、上田義彦さんの、私も大好きな写真家の上田さんの写真集で、高いやつです。そう。これはいい写真集ですね。とっても。ハッピーバースデー。めちゃめちゃ嬉しいです。ありがありがとうとうごござざいいまます。す。実はもう一冊あるんですけど。あ、知ってる？持ってるか。ソルライター。ソルライター、私も好きな写真家で。はい。まあね、とってもいい写真を撮られるんで、ありがとうございます。と一緒に選びました。ありがとうございます。すいません。大事にします。おありがとうございま願いします。す。ありがとうございます。すいません。